どうもこんにちは、三つ星トリップです。今回は僕らがなぜペルーにまた戻るのかっていうところをお話ししたいと思います。で、僕らは世界一周をしている時にペルーでロックダウンにあって、合計で1年4ヶ月ぐらいペルーにいたんだよね、うん、で、そのロックダウンが、まあ、明けてようやく旅行を再開して、で、今 Vlog で送ってたその中米の縦断とかいろいろなところを観光してたんだよね、うん、ただ見ていた方は分かったかもしれないんですけど、僕ら中米縦断をものすごいスピード感でやっていて、メキシコシティからパナマシティまでをずっと陸路で縦断していたんですけど、とにかく時間がなくてもうすごい勢いで観光して下ってたんだよね、うん、で、なんでそんなに急いで中米縦断をしていたかというと、ペルーのマチュピチュでクリスマスプロジェクトっていうのがあって、それにカメラマンとして参加するために急いでたんですよ。で、テレビとかでご存知の方もいるかもしれないんですけど、ジェシー片山くんっていうマチュピチュにロックダウン中に初めて行った男の子がいて、僕ら友達で、まあ、今回その子がマチュピチュでボランティアのクリスマスプロジェクトをするから、それのカメラマンとしてちょっと2人に来てほしいっていう声をかけてもらったんで、中米を旅行中だったんですけど、もう一気に急いで下って、その後ペルーに行くっていう行程を取ってたんですよ。なんでじゃあ私たちのところにカメラマンの依頼が来たかっていうところなんですけど、そのクスコで私たちがロックダウンに遭っていた時に、私たちがボランティアでカメラを使ってそのビデオの作成とかをしてたんだよね。そうそう。で、ボランティアで私たちはレストランとか、あとは伝統工芸品のお店だったりとか、そういうところに観光業がコロナ禍で苦しくなってる人たちの何か助けになれたらっていうことでビデオを作成してたんだよね。なので、まあ、プロモーションビデオみたいな感じで、まあ、ちょっと観光促進じゃないけど、いつかコロナが明けたらもっとお客さん来てくれるといいよねっていうんで、いろいろやらせてもらってたんですけど、まあ、そういうことでクスコでどんどんいろんなビデオを作っていったら、まあ、最終的にクスコの市長さんというか、まあ、クスコの市役所の方からクスコの公式のビデオを作ってほしいっていう話の依頼を受けて、で、それのビデオを作ったんだよね、うん、で、それがなんかクスコの町自体が世界遺産の町なので、なんかマチュピチュがすごい有名だけど、そのクスコの町の魅力をみんなに伝えてほしいっていうことでビデオを作ったんだよね。そう、まあ、クスコって本当に綺麗な町で、朝から昼晩までもう全部かなり綺麗なんですよ、うん、まあ、なのでそれをちょっと伝えたいなっていうんで、クスコのビデオをちょっとロックダウンで隔離生活中に作らせてもらってました。で、まあ、結果的にクスコの市長さんとかからも、まあ、僕の作ったそのビデオをかなり気に入ってもらえて、まあ、これ多分 YouTube で一回も多分話したこととか、なんか投稿したこととかないと思うんですけど、その年のクスコで一番貢献した人っていうのに僕ら二人を選んでいただいて、その時にテレビとか、地元のペルーの新聞とかいろいろ載せていただいて、すごいペルーの人に喜んでもらえたんですね。Gracias a ustedes también. Muchas gracias. Por supuesto que sí. Yo me siento amable televidente, es muy emocionada. でもその撮影の時がちょうどクスコの雨季だったから、朝日が昇るところを撮りたいって思ってたんだけど、毎日毎日朝4時半とかに起きて昇るのに天気が良くないとかいうのをね、もう1ヶ月とかやってね、すっごい大変だったよね。そう、しかもクスコって標高が 3450m あるんですよ。なので、もう富士山の8合目ぐらいだから空気が薄い中、毎朝4時とかに起きて、今日もちょっとドローンを飛ばしに行くぞみたいな形で、階段でちょっと 高台の丘みたいなところまで行ってね、うん、でもまああれもすごい思い出だったし、頑張った分、まあ、そうやって喜んでもらえたからすごいいい経験になったよね。そうそう、まあ、なので、まあ、そういうのもあってペルーに大きな関わりがある者同士でお願いしたいっていう形で参加させてもらいました。で、このカメラの撮影の依頼を受けたのは、私たちがもう世界一周を再開して旅行してる最中だったんだよね。なんだけど、まあ、ジェシー君に声をかけてもらって、私たちもそういう思いで参加したいなって思ったんで、まあ、最初はスケジュールを組んでて、航空券とかもまあ買って、私たちの旅行のスケジュールと合わせて考えてたんですけど、ちょうどその頃にコロナのオミクロン株っていうのが新しく発生してしまって、
ってもしかしたらペルーに入国できなくなるかもしれないっていう状況になったんだよね。そうそう。で今までもペルーって明日からもう入国規制しますって言っていきなり本当に入国できなくなるとか出国できなくなるみたいな状況で私たちもすごいそのロックダウンにあって大変な思いとかをしてたんで、まあ、本当に入れなくなる前にとにかくペルーに入国しようっていうことで1週間以上航空券を早めてとにかくペルーに行くっていう風にしたからいきなり旅程が1週間詰まってそれで中米を縦断も完結しなきゃいけないっていうことになったからもうすごい忙しかったんだよね。そうだからちょうどそのもうオミクロンが発生してペルーがやばいってなった時が、まあ、ニカラグアぐらいにいて、うん、で本当にだからオメテペ島とかもうすごい計画して楽しみにした観光地で、うん、もうホステルもここにする観光地もここに行くっていうのを決めてたけど、うん、もう全部もうキャンセルして、うん、もうとにかくペルーに入国しなければっていうことでもうドタバタでパナマまで降りてったんだよね、うん、もう前日まで航空券の変更ができなくて本当に飛べるのかって感じだったけど毎日徹夜で調べて旅行行って徹夜で調べて移動してみたいなのやってたどり着いたんだよね。そうそう。でただそのペルーに入国した時なんですけど僕ら入国拒否みたいのにあったんですよ。なんかその飛行機の兼ね合いでどうしても首都のリマに行く便が高くて乗れなくてなんか北部のチクラヨっていう僕らも知らない町に行く便が安かったんでそこにパナマから飛行機で行ったんですね。ただそこのイミグレーションというかその入国審査の人にまあスタンプをしてもらおうと思ったらなんかあれ君たち怪しくないみたいに言われてなんか履歴で君らはペルーに1年4ヶ月前回いたことになってるけどこれどういうことみたいなかなり疑われたんだよね。そうで私たちがすごく長くいたのはもちろんコロナの影響でペルーがロックダウンになってから過ごしていてまあもうオフィシャルにペルー政府としても外国人閉じ込められちゃった人は、まあ、無期限でそのままいられるような処置を取ってくれてたんですね。だから私たちは、まあ、オフィシャルにというか違法滞在とかではなく、まあ、ロックダウン中も滞在してその後もボランティア活動してそれでまあ晴れて旅行に戻ったって感じだったんですけどもうそのイミグレーションの人はもうものすごいなんかもう怒っちゃってるぶち切れてたぶち切れてるペルー人の大問題だみたいなそうおばちゃんでいやもうその時期には絶対に飛行機があったはずなのになんでそこまで行ったのかわからないとか言ってボランティアしてたのか本当だかもわからないって今回も入国したら不法滞在するかもしれないから入国はさせないとか言って、うんものすごいねもう全員飛行機に乗ってた人がとっくにいなくなってるのにずっと入管のところでね揉めてねそうパナマに送り返すか送り返さないかみたいな話をずっとされてて、うん、でなんとかまあクスコ の僕らがお世話になってた知り合いの方にちょっと電話でつないでもらって説明をしてもらったんですけど、まあ、どうしてもその疑念が晴れないっていうことで、うん、ちょっとまあ妥協案で本来日本人だったら3ヶ月無料でまあペルーに滞在できるんですけどもう1ヶ月だけだったら滞在許可出すっていうことでもうしょうがなくじゃあもう1ヶ月でも全然大丈夫です、うん、ありがたいですっていうことで、まあ、入国させてもらったんだよね、うん、まあ入国できたからよかったけどもうそこまでの疲労困憊がもうすごかったよね本当に疲れて疲れてまたこんなことが起きるのかっていうのの繰り返しだったよね。まあね、まあ、お仕事だからね、まあ、しょうがないなとは思うけどこんなにね俺らはねペルーのこと好きなのにものすごいなんか門前払い感っていうか ねなんか拒絶されてた ねちょっと悲しい気持ちになりながら入国したよね、うんでまあ、なんやかんや、まあ、なんとかペルーに入国して、まあ、夜行バスで20時間かけて首都リマまで行ってジェシー君に合流できたんだよね、うん、でその後、まあ、クスコまで行って、まあ、いよいよプロジェクトスタートって感じだったんだけど久々にクスコ行ったらやっぱ懐かしかったよね、うん、なんか私たちは本当にそのロックダウン明け世界一周再開した時にはもう戻ってくる予定なんてもちろんなかったから、うんまあすっごい思い入れのある第二のふるさとみたいな国になったからまたいつか戻れるといいねって言ってそれがまあちょっと早いけど半年で戻ってきて、うん、やっぱりすごい懐かしすぎたよね。やっぱアルマス広場を見た時は、うん、うおーってなるよね、うん、たかが半年ぶりだけど、うん、それにまあ友達たちとかもいっぱいいたから、うんまあ、せっかくの機会だからねいろいろ再会ができて、うんまあ、みんなと会えたのはすごい嬉しかったよね、うんでまあ、そのいよいよ、まあ、プロジェクト開始っていうことでそのマチュピチュ村っていうところまで行ったんですけど、まあ、俺このマチュピチュ村行ったの もう人生で6回目で、うん、もう何度も何度も行ってるから、まあ、懐かしいけどまたここへ来てしまったみたいな感じだった、うん、なんか本当
に日本人の人だったら、うん、6回なんてなかなか行くこともないと思うから、なぜかそのマチュピチュ村にも懐かしさがすごいあって、ね、不思議な感覚だったよ、ね、不思議な感覚だったで今回はジシー君から2つの映像を作ってほしいって言われていて、一つがそのマチュピチュのクリスマスプロジェクトっていう、ジシー君がサンタに扮してそのマチュピチュ村の子供たちにプレゼントを配るっていう企画の、プロモーションビデオみたいなのを、2分ぐらいで作ってほしいって言われたのね。でそれは結構ね、やっぱり当日だったりドタバタドタバタいろんな予期せぬトラブルとかもあって、かなり波乱に満ちた感じではあったけど、無事にジェシー君もちゃんとプレゼントを配りきってしっかり撮影できたから、そこは良かったなって思った、でもう一つ撮ったのがそのマチュピチュ村の市長さんからもお願いされてたマチュピチュ村のビデオっていうところで、なんかペルーって本当にマチュピチュがすごく有名だから、マチュピチュ自体はすごく綺麗なところってみんなに宣伝されるんですけど、その拠点の村のマチュピチュ村っていうのもすごく綺麗なところで魅力あふれるところだから、そこを伝えてほしいっていう形で頼まれたんだよね、そう結構マチュピチュ村って本当にマチュピチュ行くために1泊ぐらいで帰っちゃう人とかも多いんですけど、意外とその綺麗な滝があったり、あとは温泉が結構有名で、もともとはマチュピチュ村を作った村長さんも初代は日本人の人らしいんですよ、だからその人が設計したというか、村を一から作ったっていう温泉街みたいな感じなんで、どこかなんか日本を彷彿をさせるような、なんか懐かしい感じがする村なんで、なんかみんなよくそうやって書いてて、本当に日本にありそうな温泉街みたいな感じで、すごいなんか初めて行ったとは思えないようなホッとするところだよね、だからそういう温泉であったり、ちょっと自然あふれるところっていうところを、村長さんからも、もっと大々的に PR していきたいんだっていう話を受けて、せっかくだからじゃあジェシー君をモデルでっていう形で、ちょっと村のオフィシャルプロモーションビデオを作りましょうっていうことで作らせてもらったんですよ、でね、村長さんにもね結構そのビデオとかを喜んでもらえて、そのクリスマスプロジェクトと、あともう一つその村の PR ビデオっていうところを、プレゼントというか提供させていただいて、結果的には、その自分たちのカメラマンとしての役割は全うできたのかな、なんとか喜んでもらえたから今回の対談も良かったなって覚えてるね。そうただ、撮影だけじゃなくて当然そのビデオを作らないといけないんで、僕たちはもう一回クスコに戻ってそのまま1ヶ月ぐらい滞在して、そこでひたすらビデオを作ったんでね、その間に、合間の時間で友達に、クスコにいる友達に会ったりとか、あと少しだけ大好きだったお店に食べに行くとか、そういうところのビデオも撮ってたので、そこを Vlog みたいな形でまた少しアップしようと思ってんだよね。そうそこでなんか前エクアドルで会ったタビオロジーさんとも再会できて、たまたまクスコにいたんですね。そうだからその奇跡的な再会とかができたから、いろんなそのプロジェクトがもちろんメインであるけど、やっぱクスコに戻ったら戻ってていろんな思い出ができたから、そういう Vlog をちょっとこの後に何本かちょっと上げる予定でいるんで、そっちもぜひ一緒に楽しんでみてください。でその後はいよいよ100カ国目の国に行く Vlog を今チカも一緒に作ってくれてるんで、それをねぜひ投稿していきたいね。なのでちょっとタイムラグはあるんですけど、皆さんに楽しんでもらおうと思って頑張るので、よかったら見ていただけると嬉しいです。少し長くなったんですけど、最後までご視聴いただいてありがとうございました。それでは次の Vlog も楽しみにしておいてください。バイバーイ。